はい、こんにちはというか、こんばんはと言いますか、もう17時前に来てまして、雷がですね、ゴロ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 今鳴っております。場所はですね、こんな感じです。ちょっと今、新しいことをしまして、もう一つありますね。はい。で、このカメラがですね、こうなってるんですが、実はこれ 4K なんですよね。ワイヤレスで 4K で、どこまでいけるかなっていうのを実験してるんですが、雷が本当にすごいところに来てますね。どこまでいけるか、ちょっと絵を見てみましょうか。ちょっと動いてみます。どこまで記録できるか。はい、こんな感じで、人もたくさん徐々にもう帰り始めてます。夕焼けが、なかなかというところですが、周りには人はほとんどいません。ちょっとだけ進んでみましょう。電波が届いてるかどうかが分かりませんが、茂みの中を通ってます。こんな感じです。皆さんもう帰宅の時間ということで、どんどん帰ってます。ライブ配信したかったんですが、ちょっとトラブルがありました。これが1台目のカメラでした。で、もう1台はですね、はい、こんな感じです。これは再起動ができない。こんな感じで大阪城の前をいるんですが、でもライブ配信は本当に難しいなと思います。機材的にはですね、いつもと変わらないこんな感じなんですが、かなり少なくはなってるかと思います。はい、こんな感じですが、かなりいつもと比べると少ない機材群でやっております。iPad ももう早速使ってます。で、雨が降りそうでしたが、なんとなく止まってよかったです。ということで、こんなところからお送りしてるんですが、はい、やっぱあれか、配信を兼ねると 4K なんで重くなるということですね。ちょっと一回止めてみましょうか。で、はい、やっぱりこの録画、今録画をしてるんですが、録画をしてる最中に配信をすると、4K だからですね、エンコードは型になるという感じですね。これが今の大阪城です。ちょっと明るくセッティングになってるんで、実際よりは明るすぎますね。はい、これが後ろ側です。後ろ側でちょっと夕景を見てみましょうか。明るくなってるところも、なんか電気がついた感じですね。はい、こんな感じで、実際は暗い感じですね。雷がガンガンになっております。露出を固定しておいて、実際はこんな感じの明るさですね。はい、ご来館ありがとうございましたっていうふうに出てます。ちょっと明るいかな、実際は。はい、少しずつ雨が、小雨が降ってきそうな感じです。雲の様子はというと、
そうですけれども、不思議な天気ですね。でもう一台のカメラが実はここにあったんですね。 4K で、まあ、こういう集合体でやってます。もう一個こっちかな。はい、今はこれリモート録画をしておるんですが、果たしてうまくいってるのかな、これすらも分かりませんが、はい、まあ、あの 4K の配信ができそうな気がしたんですが、多分これ本数の問題があるのと、録画をしてしまったがために回線を使ってしまったということがあったのかと思います。一回録画を止めて配信だけやってみてどうなるかですかね。はい、やってみましょう。はい、ということで今日はこういういい感じの景色のところから、観光客いっぱいの中でですね、人が来ないスポットを見つけて、収録してみました。で、背面はこんな感じです。ということで、まあ、録画を3カメスイッチング 4K ということだけはできたような気はするんですが、果たしてどんな出来栄えでしょう。まあ、初めてやったんでいろんなトラブルはあるかと思うんですが、まあ、こういうなんか新しい未来の実験するのは楽しいですね。はい、ということでもうちょっと検証してみたいと思います。ありがとうございました。